虎徹の今日の一言。納豆に入ってるタレの袋がたまにこちら側のどこからでも切れますってマジックカットになってるけど、あれなかなかの確率で袋ふにゃふにゃになってて切れへんよな。じゃあこりゃ、なんか落ちてるで、こてつ。なんか落ちとんで。なんか木落ちてるで。おっきいな。おっきいの落ちてるわ。どっかのジジイが落としたんちゃうか、これ。風気持ちいいな、今日は。ね、こてっちゃいにゃ。雨降るかもしれへんで。こてつ、見えるか、そっから。そっから見えるか。ちっちゃい窓から。本日はこちらでシーバーの期間限定の口どけをいただけるということで、いやー、とても楽しみです。それでは大将、お願いします。かしこまりました。では、どうぞ。うわー、見てください。これ見るからにカリカリなのがわかります。おいしそう。おいしい。歯応えがあって、そして中からトロッと出てくるクリームが口の中いっぱいに広がって最高です。大将、これはマグロと貝味ですか？さようでございます。これは美味しい。いやー、美味しかったです。ありがとうございます。本日ご紹介させていただいたお店、食事処裸の大将さんは四国高知県の大体この辺りです。12月末頃まで期間限定でシーバ季節の口どけをご提供されていますので、お近くに来た際は立ち寄ってみてはいかがでしょうか。